ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。本日は1万円、5万円、15万円、40万円、という4つの価格帯のコンデンサーマイク聞き比べをやっていきたいと思います。はじめに価格、そして機種名を伏せた状態で、ランダムな順番で音源を再生、その後答えを発表し、僕の各マイクに対する印象、感想っていうのをお話ししていくという流れで進めていきます。ぜひ、皆さんもブラインドテストに、チャレンジしてみてください。そしてどのマイクが好みだったか、どのマイクがいくらのマイクだと思ったか、ぜひコメントで聞かせていただけると嬉しいです。卓録を始めてしばらくするといい機材を導入して、もっと創作物のクオリティを上げていきたいという気持ちが生まれると思います。新しいマイクを購入しようかなと考えている皆さんに、どれくらいの価格帯のものを購入すれば、どれくらいの効果が実感できるのかっていうのを体験していただきまして、機材選びの参考にしていただけると嬉しいです。このチャンネルは音楽愛好家、音楽制作家の皆さんに向けて音楽に関する様々な動画をお届けしているチャンネルです。ぜひチャンネル登録のサポートをよろしくお願いします。それでは、4つのコンデンサーマイクで収録した音声を順番にお聞きいただきたいと思います。今回は僕のボーカルでテストをしました。パクユーチャンネルソングブックボリューム1というアルバムに収録されています僕のミュージックっていう楽曲のサビのフレーズ8小節、これを、各マイク2周お聞きいただきます。1周目は、ピアノ、ベース、ドラムの伴奏がついた状態で聞いていただきまして、2周目はボーカルのソロにしてあります。準備はよろしいでしょうか。それではブラインドテストスタートです。ダウンロード、インストール、オーソライズで足踏み、わからない、調べよう、君はパクユーを知ってる。ダウンロード、インストール、オーソライズで足踏み、わからない、調べよう、君はパクユーを知ってる。ダウンダウンロード、インストール、オーソライズで足踏み、わからない、調べよう、君はパクユーを知ってる。ダウンダウンロード、インストール、オーソライズで足踏み、わからない、調べよう、君はパクユーを知ってる。ダウンダウンロード
インストール、おそらいつで足踏み、わからない、調べよう、君はパクユーを知ってる。いかがでしたでしょうか？違い分かりましたでしょうか？それでは、答えを発表したいと思います。1番が、オーディオテクニカ AT2020 という約1万円のマイクで収録した音声でした。そして、2番が、オーストリアンオーディオ OC818、約15万円のマイクで収録した音声でした。そして、3番が、ロード NT2A という約5万円のマイクで収録した音声。で、最後4番がノイマン U87AI という約45万円のマイクで収録した音声でした。皆さんいかがでしたでしょうか？もう一度同じ順番でお聞きください。どうぞ。ダウンダウンロード、インストール、おそらいつで足踏み、わからない、調べよう、君はパクユーを知ってる。ダウンダウンロード、インストール、おそらいつで足踏み、わからない、調べよう、君はパクユーを知ってる。ダウンロード、インストール、おそらいつで足踏み、わからない、調べよう、君はパクユーを知ってる。ダウンダウンロード、インストール、おそらいつで足踏み、わからない、調べよう、君はパクユーを知ってる。それでは、ここからは、僕の、各マイクで収録した音声に対する印象をお話ししていきたいと思います。まあ、それぞれ音が全然違ったっていうのはお分かりいただけたんではないでしょうか。明らかに違いは
ありますよね。特にノイマン U87AI の違いっていうのは明らかで、他の3つのマイクと比べて重心がやや低めでマイルドな印象っていうのを僕は受けました。ただこの違いっていうのが価格によるものなのか、それともマイクのキャラクターによるものなのかっていうのは何とも言えないかなっていう感じです。ノイマンのマイクってこういう音だよね、ノイマン U87AI ってこういう音だよねっていうことなのか、それとも他の3つのマイクには拾いきれていない帯域まで幅広くしっかりと拾ってるということなのか。試しに U87AI の音に EQ をかけて、でシェルビングでローをちょっと削ってハイをちょっと持ち上げてみたところ、他の3つのマイクの音とキャラクターがやや近づきました。もう一つ大きな違いを感じたポイントがありまして、それは息継ぎの部分です。 U87AI の音は他の3つと比べて息継ぎの瞬間の音がすごく気持ちいいなっていう風に感じました。雑味がないっていう感じですね。これがまあいわゆる SN が良いっていうことなのでしょうか。カタログスペックで言うと、U87AI よりもロードの NT2A の方が、SN 比っていうのはいいってことになってるんですけれども、まあそのスペックには現れない良さっていうのがあるのかもしれません。で全体としましては、価格が上がるにつれて音の厚みっていうのが少しずつ増すという印象です。抽象的で申し訳ないんですけれども、平面的な音から立体的な音になっていくっていう感じがしました。 U87AI の音はこの立体感が頭一つ抜けてるなっていう風に感じます。 AT2020 と NT2A はまあ似たり寄ったりかなと。で OC818 はその2機種と比べるとやや立体感を感じましたが、まあ僕はどれがどのマイクの音かっていうのが分かった状態で聞いているので、まあプラシーボかなっていう気もします。いかがでしたでしょうか。ボーカルの録音に、用途を限定するのであれば、10万円くらいまでのマイクの違いっていうのは、まあ後処理で限りなく、ゼロに近づけられるかなっていうふうに僕は感じました。まあ、あとはボーカルを取る際っていうのは、マイクが自分の目の前に来るので、そのマイクの形とかデザインとか、そういったところが、まあ録音に与える影響っていうのも結構あるんじゃないかなっていうふうに思いました。同じ値段だったら、まあちょっと値段差があっても、自分の気に入ったデザインのマイクを使うとか、そういったことも結構大事なんじゃないかなっていうふうに感じます。かけるコストに対して、体験や、創作物の質っていうのがどれぐらい向上するのかっていうことを考えると、中途半端なマイクを購入するよりは、他の機材に、その分の投資をした方が、効果は高いんじゃないかなっていう気がします。ただいろんな楽器を、収録するんだ、録音するんだっていう人は、ローカットがついてたりとか、あとは指向性が変更できたりとか、そういう機能的なマイクを、導入することに、意味があるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ僕が試した4つのマイクっていうのは無数にあるマイクの中から僕がたまたま持ってたっていう、それだけで選抜された4機種なので、あくまでもこんなもんかっていう、参考程度に考えていただければ嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのコメント、チャンネル登録、高評価が動画制作のモチベーションにつながってます。今回の動画特に皆さんのコメントでの感想たくさん聞けると嬉しいです。そして今回お聞きいただきました音声っていうのはメンバーシップ限定コンテンツとしてメンバーの皆さんに共有させていただいております。メンバーシップ興味がある方、ぜひぜひそちらの加入もご検討ください。ありがとうございました。また次の動画で。